ぜひサービスに関しては、こちらに行って、お待ちしておりますので、ぜひ見てください。ちなみにこちらのガラポンテレビの方が、新チェッカーは2014年のライフスタイルの勉強法で、英語の中学校の将来が制定してございます。我々のガラポンテレビは、ぜひ、必要のために、なくわかると、これは勉強です。ベンチャーの方が、みんなテレビもっと見ようよ、テレビつまんないなんて言わないから見ようぜ、少しから見ないとそんなこと言ってるんだよ、こういう表情だったらみんなもっと見てよということで、さあ、からそこはテレビに戻ってます。手がちょっと重いかな。こちらの自転車の自転車の関係を使って家で置いておくと NHK にとって人気を持ってます。こちらでテレビ番組を週刊の全テレビ番組を配置枠に録画してくださいます。そしてここがポイントです。録画した番組はテレビで見ることになって iPhone、iPad を使って家の中はもちろん家の外からでも自宅のガラスのテレビにアクセスして録画した番組を本当に見ることということになります。携帯の 3G 回線で見れます。駅で電車で移動中も限らないで見れます。海外からでも地下鉄で見てどうやって見ているか、それは限らない。そういう場合に加えてテレビ番組もスマホの外などで見れます。ということも結構になっています。我々のテレビ小学校というのは6ロースとか1ロースとか、まず電波の時に Twitter、Facebook、リアルの会話、そういうところで話題になった